今日は浜崎漁港停泊キャプテンズ沖縄さんで GT 久しぶりの GT です。出港前にドラッグチェック、大事な GT だ。事前準備のいっさり、はい、おはようございます。 GT 初だな、一緒に行くのが。一緒に行くの初めてだ。出るんじゃねえか。最近もう丸ほげりだから。よし、聞いて。おはようございます。今日初挑戦。初挑戦頑張ります。一日投げ倒します。まあ出たらラッキーぐらいの釣りなんで、はい、頑張ります。決して1日目もう初戦から釣ろうなんて思ったら逆に釣れたらビビるはずよ。俺は2年やってもらってない。2年やってきてない。そんな釣りだから。今日は釣ります。ビビるはずよ。腰折れるはずよ。OK です。マスオさん、ライズジャパン、沖縄に11を、まあ、必ず釣ってるからな、沖縄来て GT。 どうぞ。よっしゃ、いでよ GT。 CB1 ゼロじゃないよ。ゾロ、さっき俺も間違えた。ゾロ240森蔵からフックがオーシャンマークのツインフックか。オーシャンツイ。オーシャンツイ。はい。オッケー。ジャークベイトの動かし方。頭立ってから入れたら、立つ。あの、頭突っ込むさ。はい。あと、糸を張らずに引っ張るさ。もう半分ぐらい緩んどうぜ。エギングと一緒さ。エギングも糸張っとうときに引っ張って、泳がん目、飛ばん目が。あいと一緒。最初、頭突っ込ませるために、うん、ちょっとたるんでるやつを引いた後にパンって入れるんです。あ、船での注意が、 GT は必ず要は左側に投げるんだったら右の海面にルアーを入れて左に投げる。デッキにルアーを置くんじゃなくて海面に、うん、もう反対側の、うん、あのルアーを置いてしてから投げる、つけてから投げるっていうのも、あのデッキ上でやったらあのルアーが安定しないから隣の人にぶつかったりとか、あの人危ないから。でまあタイミングが一緒になったらキャストの、あ投げますとか待ったりとか、まあ同時投げはしないで、できればもうあの交互に投げるような感じで、やっぱ二人近くでね、振り抜いたら危ないから。めっちゃ雰囲気いいですね。まっすぐぐらいだ、左。あの時あっちらへん狙った方がよ、まっすぐらへんとかよ、際とか。最高やし。びっくりした。びっくりした。横に走るってこれ。最初に出て。キャダか。キャダ。キャダでもいいね。
出よった結構いい感じで。バシャーってやって、しつこかったよね。しつこかった。興奮してもらっていい。出たやん。出た。もっと興奮してもらっていい？じゃあ冷静にって言われてる。興奮しろよ、もっと。めっちゃ冷静。だって、もうずーっとなんかバシバシバシが鳴るように。おなんか持っていくまで俺はもう。地じゃなんかなんかなんかなと思って。まあまあ横走りしてるでしょ。なんかあると思って。海が変わってきたね。海が変わってきた。サリーノにキハダが出ましたね。ちょっと海が変わってきたか。おいおい出てくれ、出てくれ。木で上げれ上げれ。なんだ、マスオさん減った。ああ、おい、鬼ひな、あ、浪人か。デッキ上げる前、デッキを濡らして冷やします。今日、いいね。やべえの、いいね。のプラグから森ドライヤーに変えたら釣れたか。やべえの、これ。森ド、気づいてますか。64番ね。64番。出たね。
ヒーローはいつも最後だからな。お前の本気出してくれよ。当たり前だわ。出た！よっしゃー！出たー！出た男はいつだって最後からだ。火でビデオいい顔へのタシュン出た、タシュン出た、やばいぞ、タシュン出た、頭のビデオタシュン出た。これ回ってないの、これ回ってんの、押してるかよ、これ回ってんの、これ両方回ってる、うん、やべえな、ドラグ緩くないか、大丈夫か、そんなチキンドラグでなあ、GG 出てるぞ、大丈夫か、大丈夫だ、大丈夫か、おーおーおー、よしよしよし、さすがやな、よしよし、男は最後に必ず済んだよ、何分かるか、お前でもなんかだいぶヘッピリファイトしてくる、大丈夫か、思いが強いんだよ、だいぶヘッピリファイトしてくる、大丈夫か、出しろ、大丈夫か、大丈夫か、大丈夫か。いや男はいつだって最後に釣るんだぞ最高だちょっとこけてしまった滑っちゃったな肛門に引っ掛けてるやん。ありがとう、やったぜ、ハグ&リリース、よっしゃかっこいいな、ありがとう、よしよし、かっこいいぜ、やったぜ、顔はかっこいいぜ、かっこいいぜ、死に早かったぞ、こっちから向きやってやろうかじゃあ脇挟んだけど、いきなり浮いてきたからテンション抜けそうだったらすぐ来た、今オーバーリアクションです分かった急を走るプロのマネした分かった正直見ないか後ろごめんと、まあ、こうなってるんだ、かき下がりがすごい綺麗に船が行って斜めにちょっとダウン線で探ってたっていう感じになってたのかな、本当自然ってさ素直だよね、前
24キロ釣らせてもらったような感じのリーフエッジの攻め方だったね。そうそう、あれが脳裏に焼き付いてたっけ俺。あの斜め引いてくださいって言って出たじゃん。ちょうどそれがなんかラインが見えたんだよね。いやマジで、いやマジで、やっぱ自然って愛だよね、素直だよね。え、パクるな。おじいが、おじいたちが育ててくれた海はまだ自然豊かに生きてますよ。お前の耳は節穴か。噂と意欲。何が自然豊かだ。出川さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ピッとあったけどな。あー、バラしちゃったな、残念。まあまあ、これがそうそう、お疲れ様です。最後来たけどね。そうですね、バイトがあったからまだいい。はい、すごいね、魚にも悪いけど、まあ、もうほんとひったくりで竿をもうドンって持ってかれちゃって、でもそこはそこの腹当てのファイトをして、まあ、負けるだけは巻いたのに、結局向こうの魚を止めるとかこっちを向かせるっていうことが一切させてもらえなかったんでね、やっぱり相手が上だった。ああ